続き、この高尾もみじ祭り今年も出させていただきました。ありがとうございます。ということで満点の快晴でございます。めっちゃ晴れてますね。ないよ。みんな空を見て、空を見てください。あー綺麗、すごい。なんか空を見てって言っても私たちのことが見てね、はい、嬉しい。皆さん、ね、ちょっと肌寒いですけどこの後も楽しんでいけますか。イエーイ、ありがとうございます。はい、 こっちの皆さんも楽しんでくれますか。イエーイ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の曲いきたいと思います。聴いてください。八王子奇跡。
ば私たちはですね小学校の遠足とかでねよく登ってたりとか、あと、はい、今年はですねオリンパスホールのワンマンライブがあったんですけど、はいはい、その成功を祈って夜行院でお参りしたりしたんだよね。はい、そうなんですよ。皆さんもね、あの高尾山登ったことある人いますか？登ったことある人、これから登りに行く人、ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しいです。ちょっと、はい、ぜひね、この後皆さん、あの時間があったら登っていただいて、夜行院でね八王子のご当地アイドル売れねえかなってお願いしてください。もしよかったらね、お祈りお願いしてください。お願いします。はい、次の曲はそんな高尾山の曲なんですけど、高尾山に住む動物が歌詞に出てくるので、ぜひ注目して聴いてみてください。聴いてください、高尾スタート。サビでね、みんなで一緒にできるところがあるので一緒にやってほしいんですけど、忍者といえば何ですか？服部くん。はーい、服部くん。そういうことじゃない、なんか手裏剣とかさ。あ、そう、まあ、私はね、忍者といえば手裏剣だなと思うんですけど、そう、サビで手裏剣のこういうシュッシュッシュッってやるところがあるんで、もしよかったら、もしよかったらでいいので、皆さん謙虚謙虚やってください。はい、はい、それでは歌詞にも注目して聞いてみてください。忍者プリンセス。そびえる
ゴミタンクしそうな
させていただきます。ぜひ皆さんこの後のライブを見ていってください。お願いします。そして物販はすぐ行われます。さっき歌った CD など売ってるのでぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、この後も高尾山もみじ祭り皆さん楽しんでいってください。それでは以上、私たちが八王子のご当地アイドル、エイトプリンセスでした。